共和国の大統領です。壁を作っても橋を架けます。本当に、ラスベガスの、バイキングのクリスタルを襲っています。本当にね、太陽ガスとプロパンガスでやってます。大変なです。緊張と緩和で、よろしくお願いします。それね、大変なですね。緊張カトリ専攻の大バーゲンセールをやっております。これからの季節でございまして、まとめてお買い上げくだった方がお得でございます。一等賞はなんと豪華客船で世界一周旅行です。本当にね、世界一周旅行してくださいよ。本当ね、本当ね、あれですよ。本当恐竜のような話なんですけどね。おまんじゅうの話だったらいいんですけど、お台所の話なんでございます。火のないところには煙は出しませんね。本当にね、私3代目、JR 東海環状線ブラザーズでございます。一言で言ってくるくるパーです。内回りと外回りでございまして、右回りも左回りも右回りもありますよ。本当に神業、線路に入らないでくださいね。神業が狂いますからね。環状線もあれば工場線もあるんです。頑張ってくださいね。頑張らなくちゃね。ダイヤが、ね、石ころになっちゃいますからね。株が下がっちゃうね。あれですよ。なんとかの沙汰も借りて、地獄の沙汰もすっかりしない。地獄のダイヤですよ。ねえ、硬いんですから、私人間が。皆さんもほどね、太っ腹ではございません。コツコツとやっております。本当にね、あれですよ、本当。大体ね、3代目が親の財産食いつぶすんですね。だから、ですね、だから、パパさんとママスで、三日坊主が丸刈りやってください。で、帰りは豪華ランチが待ってますので、できますので、ね、どこから聞いた、どう聞いた誰か。どこから、誰や、これね、と。ある話をやっちゃいけないと、なんか私ね、爆弾を投げるのと、花火とキャンプファイヤーが好きなんです。火遊びが好きなんです。すみません。ね、日本男子とあるものは、頑張らなくちゃ、ね、いっぱいお子さん作ってからよ、本当ね、だんだん、ね、お子さん、ね、いっぱい少なくなっていきますからね。と送ってくださいね。もうスポポではないんだよ、とね。バラの中になりたいぐらいですよ、と。盆踊りしたいですよ、盆踊りはね。もうね。本当、一枚一枚ね。なんと言いましょうか。月の砂漠をはるばるとやってきました、ラクダでございます。一期一会ですからね。本当皆さん、この今年の夏、本当、楽しんでくださいよ。いっぱい、僕もナンパしたい。そこじゃできますからね、引っ掛けますね。今日の収穫は、誰が言うた。本当にね、美味しいもの投げてくださいね、大変でございまして。ガスメーターの上杉謙信でした。どうもありがとうございました。